高い音、低い音を上下でイメージしてませんか？じゃあどうやったら音感って良くなるんですか？音程よく歌えるんですか？はい、というわけで皆さんおはようございます。白洲智弘です。やい、というわけで本日は知っているだけで歌が上手くなる音楽の基礎知識、音程編でございます。ボイストレーナーの白洲です。よろしくね。歌が大好きな皆さん、音楽が大好きな皆さん、音程、音ってさ、高い低いって言うじゃないですか。高い音低い音、これってさ、高い音低い音を上下でイメージしてませんか？上下でイメージしていませんか？だってさ、五線譜だってさ、ドレミファソラシドってさ、上下になってるじゃないですか。しかもさ、音程のバー、カラオケの音程のバーとかもさ、これさ、ちっちゃな頃から言うとして上下になってるじゃないですか。だってみんなね、だから音程、音の高さって上下だと思ってる人いっぱいいるんですけど、違うんですよ。今日はその音の正体、音の高さの正体っていうのを一緒に突き止めていきましょう。これが分かると自然と音感が良くなる、自然とピッチが良くなる、自然とリラックスして歌えるようになってきます。さあ、知ってるだけで歌が上手くなる音楽の基礎知識、音程編のレッスン、早速開始していきましょう。響こう。ラー。人類はこのラーの音を1秒間に440回空気が振動しているものとして定義しました。すごくないですか？ここで注目してほしいのは2つ。まず音の高さっていうのは振動数で決まっているということ。振動数ね、ブルーブルーってこれさ、空気が震えてるんですけど、これ振動で決まるということ。もう1つ目、わずか1秒間に440回、この間ぐらいにさ、ブルーって440回ブルーってなってるわけ。すごくない？周波数、振動が速くなっていけば速くなっていくほど高い音になってきます。振動がゆっくりになっていけばなっていくほど低い音になってきます。さあ、ここで問題なのが、ラっていっぱいあるじゃんみたいな。で、人類はね、このラを440回と定義したの。これね、1個下のラに行くと振動数が半分の220回になります。これ220回1秒間にラー。逆に1個上のラに行く、これは振動数が倍の880回になります。つまり440回のラと220回のラと110回のラと55回のラと880回のラがあるわけなんですけど、この隣から隣のラまでの距離を1オクターブというふうに言います。1オクターブって聞いたことありますね。なんで4オクターブの歌声とかっていうと、例えばさ、55、1秒間に55回振動する音と音まで自由自在に使えますっていうのが4オクターブっていうの歌声ってことね。1周、2周、3周、4周、全部2倍、2倍、2倍、2倍ってなるわけで、8倍になるわけよ。ちょっとここ難しいねピアノにね、ラがいっぱいある理由っていうのは分かったと思うんですけど、でこのさ、220と440の間をこれで均等に区切っていくと、間の音程っていうのができてくるわけ。OK ですか？ここまで OK？ で、ちょっとよくある質問があるんですけど、カラオケで女性の曲を男性の声で歌っていいんですか？っていうね、ちょっとエスパーな質問来るときあるんですけど、それどういうことを皆さん聞いてるかっていうと、沈むっていうさ、この、沈むをさ、沈むで歌っていいですかって話だと思うんですけど、これさ、同じ音程じゃないのね。同じ音じゃないの。1オクターブ低い音。つまり、例えば、イクラちゃんが歌ってる半分の振動数で歌うと、1オクターブ下になるわけね。で、これをみんなね、男性の声とか男性のキーとかって言ったりしてるんですけど、まあ、そういうことなわけ。なので、こう1オクターブ下で歌っても、全然ね、音楽的に気持ち悪いとか変とか違和感があるとかっていうのはないので、皆さんご安心して、1オクターブ下で歌ってもらってもいいし、もっとね、この、張りのある明るい声で歌いたかったら、1オクターブ上でも歌えるようにしたらいいっていうような話でございます。さて、音の高さっていうのは振動数で決まってるって話しましたね。振動は何で決まるかっていうと、声帯で決まります。声帯、このね、喉仏の後ろにね、こうやってね、2個ついで入ってるね、こういうなんかこういうのがあるんですけど、これが1秒間に440回とか880回とか振動して音の高さを決めています。振動の方向は下からこうやって空気が、肺からこうやって空気が通り抜けていくときにこういう感じで振動するのね。まあこう横にぶつかってるわけよ。ヨン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 って、はい、感のいい方お分かりかもしれません。これが早くぶつかると高い音になる。これがゆっくりぶつかると低い音になる。上下関係なくね。上下全く関係なくね。だからさ、ちっちゃな頃から優等生ってやってる人いるんですけど、関係ないわけよ。喉の中で実際起きてることは、これが優等生
ってこういう感じなわけわかる。なので皆さんが一生懸命こう音程のバーとか見てこう上下にこうやってさ手とかイメージとか動かしたとしてもさ全く起きてること関係ないわけよ。もう一個ちょっと考えてほしいのが1秒間にねこんなね何百回って振動してるわけで、特にさ例えばさ優等生っていうさメロディーラインを作るとするじゃないですか。うちらはこれはさ369回1秒間に振動するのと392回1秒間に振動するっていう音程をてるわけ。こんなのさ1秒間で1秒間に30回の振動の数をさこうやってさ変えるのにさこんな大雑把な手の動きでさ変えられるわけないじゃん。 OK ですか皆様。 OK。 さあ皆さん音の高さの正体なんとなく分かりましたね。だからみんなね音程のバーとか楽譜とか見慣れてるとだんだんこうやってね上下でねこうやって体を動かしていっちゃうんですけど、それだと音の高さコントロールできません。振動数コントロールできません。なので手を動かしたりこんななんか上下にこうやって動いたりするのは理にかなってないのでやめましょうというのが1段階。じゃあどうやったら音感って良くなるんですか、音程よく歌えるんですかっていうことがあると思うんですけど、これはね音域ごとにねある程度ねこういう声を当てる場所っていうのを固定してあげるのが良いです。例えば低い音を出すとき、ここら辺に音を集めると気持ちいいなっていう感覚があったとするじゃないですか。そしたらここら辺の音程はここら辺から動かしちゃダメ。風に戸惑う弱気な僕ずっとここ風に戸惑うってやるともう振動そんな細かく振動コントロールできないんで意味わかんなくなっちゃうので、だいたいここじゃあミドル音域、ミドル音域はさここら辺に当てるといいってさ感覚がさあったとするじゃないですか。そしたらちっちゃな頃から優等生のままもうずっとここ同じ音程、ちっちゃな頃から優等生ってやるともうプルプルになっちゃう、プルプルになっちゃう。じゃあ裏声音域、裏声音域ここここに当てるとする、もののけとだったらいいけど、もののけたちだけってこれね音をねこう集めるところがブレブレブレってなるともう大変なので、ある程度ね音域ごとにこう自分が音を集めやすいっていう場所を決めてそこにねこう打ち続けるといいですよ。それで練習してみてください。少なくとも1音1音半音ずつこうやって手とかこうイメージとかで上下してると絶対音ブレブレになるから。予想しうる疑問3つ答えます。1つ目、歌手だって手使ってんじゃん、ミーシャだって手使ってるし、もう YOASOBI のイクラちゃんだって手使ってんじゃん、じゃああの人たちはダメなんですかって、もう本当に神々は神々で私たちは私たちっていうのがまず前提にも1個ありつつも、プロのスーパーアーティストがこうね手が動いてるように見えるときあると思うんですけど、あれね音程と一緒に動かしてんじゃないの。基本は表現とかリズムとかこうねつけたいこう音の音色の波によって手を動かしてることが多いです。で音程ともしかしたらたまたま一致してるときもあるかもしれないけど、彼女ら彼らはもうね別にこれでも歌えるわけ、これでも音程バッチリ歌えるから、そうじゃないわけ。だから一旦手とか上下のイメージと切り離して、音程を取れるようになるといいですねっていうのが一つ。二つ目、上下じゃないって言っても上にすると高い音出る気がするし下にすると低い音出る気がするんですけど、それはなんでなの、おしらさん本当のこと言ってるっていう方々いると思うんですけど、これねまあちょっといろんな理由があるんですが、喉ってさ喉仏ってさ上下するの分かりますか。これ唾飲み込むと上に行くんですよ、上に行ったでしょ。あくびするとさ下に下がるわけ、見えるかな、あ下に下がってね、でこれ上がったり下がったりするんですけど、あのね喉が上に上がるとちょっと高い声出しやすくなります。喉が下に下がるとちょっと低い声出しやすくなります。これがあるせいで高い音は上、低い音は下でも OK かもって思っちゃう人いるんですけど、さっき言った通り音程のコントロールっていうのは1秒間に400回振動するか350回振動するか300回振動するかっていう神業的な速度でそれをこう変更していかなきゃいけないわけね。どう考えたってさこのさ喉仏の上下のさスピード見てみてさ、こんな緩慢な動きでさ音程についてくれるわけないじゃん。確かに高い音ちょっと出やすくなるの、低い音もちょっと出やすくなるの、上下するとね。なんですけど、それで、このね、半音単位のこうね、細かい音程の、でれれ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 れを、ここで取るのは不可能です。不可能。サポートとして使ってもいいけど、ここはメインじゃないので、やはり上下のイメージ、特にここがさ、喉仏がさ、上下して、それが音程とリンクするようなことは、基本的にはやめといた方が良いです。三つ目、音程はお腹でコントロールしなさいって教わることもあるかもしれないんですけど、これね、大まかには NG なの。これ大まかには間違ってて、なんでかっていうと、基本的にはさ、
息の量、息がさ、ブワーって出ればさ、ちょっと振動って速くなるんですよ。振動数って稼げるの。音程稼げるんだ、ピッチ稼げるんだけど、メロディー歌う時の音程のコントロールってさっき言った通りめちゃめちゃ細かいって言ったじゃん。だからさ、もちろん一瞬高い声の時にお腹に力を入れてちょっとね、こう音程を稼ぐっていうのは音楽的表現としてはありだけど、もちろんね、だからお腹は使ってもいいんだけど、細かい音程の変化で、デレレレデレデレ今日も乾杯ダチに飛び出すデレレとかっていう時にお腹にさ、いちいちさ、ほんと生まれちゃうってなっちゃうじゃないですか、そんなことやったら。だからまあ、お腹もこうね、こう手とか肩とかもう首とか顎とか、そういうね、大まかに、本当に大まかにコントロールするときとか、音色をつけたいときとか、一瞬の高い音のためにそうするとかだったらいいんですけど、普段からそれをやってるとダメだよ、細かい音程コントロールできなくなるよ、理にかなってないよ、っていうようなお話でございました。はい、以上です。というわけで、音が何か、音の高さっていうものが何か分かりましたね。音が上下じゃなくて、音の高い低いっていうのは振動が速いかゆっくりか、それを知ってるだけであなたの音感がどんどん良くなってきます。これを知って練習するだけでどん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 音程取るの楽になってきます。発声が良くなってきます。余計な力みが取れてきます。なので、あ、上下じゃない、上下じゃない、上下じゃないっていうのを必ず脳と心と喉に刻み込んで、歌の練習をぜひ頑張ってみてください。ありがとうございました。白洲さんの SNS のフォロー、チャンネル登録、いいねなどなども全部よろしくお願いします。ありがとうございます。